メルカリア CPU の濱田裕樹です最後まで残っていただきありがとうございます今回かなり長丁場であの本当にあの皆さん平日この長い時間あのここに参加費まで払って来ていただいて本当に感謝しております今年、まあ、去年に続き去年300人の参加だったんですけども今年は500人になってでまた来年はもう少し大きな規模でやれたらいいなと思っています で冒頭にもあのお伝えしましたがメルカリはテックカンパニーを目指していますで今回はメルカリの変化についてお伝えさせていただきましたが、まあ、次回はもっとこう開発者の方に有益なカンファレンスに今回よりもしたいと思っていますでまた、まあ、大きな発表みたいなものもこのカンファレンスを使ってできたらなというのを思ってま,いりますのでぜひ楽しみにまた来年も参加いただけるとあの非常に嬉しく思いますので あの何か要望、こんなことやりたいよってあるのであれば、私もツイッターやってたりとかするので、こう気軽にこう連絡いただいても構いませんし、あのちょっと皆さんの今回こう、もっとこういうの欲しかったとかあれば、そういうのもまだまだ小さい規模だと思っているので、これから何年もかけて、グーグルやフェイスブックだとか、そういうところに負けないような、むしろそこを超えるぐらいのイベントにしていきたいと思いますし、参加費も2000円から。 グーグルからグーグルに行けば10万以上するんでそれでも行きたいと思われるようなイベントにしていきたいと思いますのであのまたぜひ来年もよろしくお願いします。本本日は本当にありがとうございました